今回ローソンで購入しました重慶飯店監修の担々麺ですね。こちらを食べていきたいと思います。あ、美味しそうですね。いや、もう匂いがやっぱりもういい匂いしますからね。いや、これはいい担々麺じゃないですかね。おもう熱々です。電子レンジで温めたんでいいんじゃないですかね。ちょっと曇っちゃいましたけど大丈夫というところで、早速この担々麺ですね、こちらを食べていきたいと思います。美味しそうですね。うん、いや、すごい香辛料効いてますね。これ一応ホブジャンって書いてましたけど、やっぱ違いますね。これ本場の味ですね。これ美味しいですよ。うん、いや、これはいいですね。これをコンビニで買えるのはまたすごいですね。中華料理屋行ったみたいな味ですよ。うん、いや、これはたまらないですね。やっぱこういう香辛料ってラーメンってなかなか食べれないですからね。いいと思いますよ。うん、麺もいいですね。麺もスープも本当に店並みですね。うん、まあ、値段も結構646円なのでいい値段はするんですよ。まあ、店に来る安いですからね。手間とかを考えるとこれで満足しちゃいますよ。うん、いや、かなり本場並みの味ですからね。担々麺食べたかったらこれで結構満足できると思いますよ。うん、いや、いいですね。野菜も結構入ってていいですよね。あと、美味しいですね。うん、やっぱこの密度が違いますからね。この辛さのですね、ただ辛いだけじゃなくてやっぱりかなりの香辛料が織り交ざってるので味にかなり重みがありますからね。こういうの店ならだと思ってたんですけど、コンビニでも食べれましたね。うん、たまらないですね。うん、下の方はかなり辛いですね。またこれはもうかなり詰まってますよ。
ということで、今回はこの重慶飯店監修の担々麺ですね、こちらをいただきました。美味しかったですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。